後崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、ブチギレパート2です。はい。袴田さんのブチギレ聞いてなかったんで。あ、そうですね。だから今回は袴田さんから。私から？はい。ブチギレ。あの、そんなに言うて私ちっちゃい頃もいい子だったし。そんなもういい子もやめてください、いきなり。いいんですよ、ブチギレられる。そんなブチギレたことがないですけど、社会人とか、まあ、ギリ学生かな、私は東北放送っていうところに就職しましたけど、内定してから大学4年生のもう2月から研修が始まったんですよ、なので2月から、まあ、実質まだ学生ですけど、まだ卒業も確定してないけど、仙台に行って研修受けて、で仙台に住み始めたんですけど、土日休みなんですよ、研修は月金研修して土日休み でその休みに同期が、同期5人なんですよ、アナウンサーと営業とかも含めて、で同期が、あのなんかスポーツ部の誰々さんが土日にベガルタ仙台の試合を見に来ていいよっていうから、じゃあ同期全員で行こうってなったんですよ、行きたいね、行きたい行きたいってなって、みんなでじゃあ時間合わせて待ち合わせして行こうってなって、でその誰々さんがなんか何時頃に裏に来てくれたら記者席で見せてくれて、でパス渡すから、まあ、何時ぐらいに来てみたいなこと言われたと、でもなんかはっきり何時って言われてないから、まあそのぐらい目指して試合始まるまでに行こうみたいな感じだったんですよ。であのみんな泉中央って駅に集まって、でまあちょっと時間あるからアイスでも食べていこうかとか言ってアイス食べて行ったんですよ。でそうしたら、まあ、何時半頃って言われてたんですけど、私たちは多分10分ぐらい遅れで行ったんですよ、まあ、ゴロだしそのぐらいに来てって言われてたからと思って行ったら、あのもうなんかすっごいお前らって言って並べって言われて、仕事舐めたんじゃねえみたいに言われて、私たち休みで仕事見に来ていいよって言われたから、完全に私は休み気分だったんですよ、でもまあ中継に入ってるその人からしたら仕事の合間にパスを渡してくれる、だから言った時間には絶対に来いみたいな感覚だったんです、なのでまた行き違ってましたよね、だけどまあ確かによくよく考えた何時頃って言ったらそれまでに行かないといけなかったなと思ったんですけど、それで舐めてんじゃねえって言われて、もう私たちすいませんってなって、もう記者席で見ててもみんなもうこんなんです。試合何も頭入んなくて、怒られちゃったねって言って、なんか社会人って大変だねって言ってなんかそこで学生乗りと社会人乗りのなんかこう差を感じましたよね、でもその言った方もちょっと学生乗りの言い方だよね、ゴロってなんやねんっていうね、多分ね、それだったらもし分かんないよ、はい、じゃあ1時半までに来てねとかだったらいけたよね、多分その上の人がもうちょっと AD みたいな下っ端の人に伝えさせたんですよ、で多分その人がこう言い方がやんまりだったんですよね、何時頃来といてみたいな、感じで言ったので、私もその同期がそれを聞いてきたので、まあ、つてつてに聞いて、もう結構ゆるい気持ちで休みにサッカー見に行くぜイエーイみたいな感じで行ったら並ばされて、お前らなんかなんでこんな遅くなったんだって言われて、舐めてんじゃねえって言われて、言ったの、何時頃って言われたんでって言ったの、いや言わないですよ、言えばよかった、いやでもこれから入る会社の、そんななんかまあスポーツの上の方の人にそんなのも言えないですよ、いやだってなんで遅れたんだって言われて、いやあのゴロって言われたんでって言って、いやいや言えないです言えないですアイス食べてましたって言えないですでもそれから一緒に仕事してるんでしょその人と、あ、してますしてます、はい、でもやっぱりそこであのもう言われた時間よりはだいぶ前についておこうとか、遅刻はしないようにしようとか、そこでなんか初めて学んで、ちょっとこうこれから社会人になるなっていう気合が入りましたよ、そのおかげで、でもやっぱゴロはちょっとニュアンスあれだね、やっぱりそうですよね、までって言ってくれたら、全員絶対行っていったと思うんだよね、ゴロがトラップだったね、そうですね、だからなんかまあ試合始まるまでになんかこう山にだったから行けばいいやぐらいの感覚で行ったら、完全に仕事感覚だったんで、はい、え休みですけどって言ったとかって、仕事なんで休みですけどみたいな、いやもう私は休みなんですけどね休みで試合見に行く感覚でしたけど違ったっていうね、はい、研修みたいな感じだったのか分かんないですけどいうね、私がぶち切られた事件ね、はいっていう、じゃあまあ俺のプロ入ってからね、はい、話で言うと、寮にね、はい、いた時に、ロッテの寮は、指紋で入るんだよ、指紋認証、はい、すごい、だから1999年入団だから、はい、もう最先端だね、はい、そうですね、指紋で入っていくっていう、ね、はい、ところで、だからその履歴が残るわけよ、帰ってきたら、はい、で常に門限あったのよ、どうかと思う、俺はどうかと思うんだよ、はい、その門限なんていらんやろみたいな、うんうん、大の大人がよ、はい、それはまあ高校生とかね、18歳はいるかもわかんないけど、はい、で、武蔵浦和に寮があって、最強戦で新宿、渋谷に直通で行くわけよ、遊びにね、はい、誰が門限守るんやっていう話なんだよ、しかも
1年目の時の寮長さんはすごい優しくて、はい、寛大だったのよ、はい、門限、うん、破ったとしても、はい、そんな見回ったりしないしね、うんうん、でも正面突破したらバレると、うん、だからベランダから降りてたのよ、はい、学生みたいなことですねで帰ってきてもベランダからのじ登ったり、はい、力あるから、で、はい、2年目から寮長変わって、うん、もうあのちょっと厳しくなって、はい、門限とか見回りにしに来るわけよ、うんうん、でもそのこっち腕力で登ってたらね、はい、ある時ね、はい、あの隣のマンションの人が、うん、あのロッテの寮にあの泥棒が入ってるっていう、うわー、はい、あの通報したもんね、うん、警察がいっぱい来て、はい、問題になったんだよ、結構大変な問題、うんうん、でいないやつ誰やみたいな、はい、感じになって、はい、でいないやつが怒られてんだけども、はい、でぶっちゃけよくわかんないけど、はい、俺もその時、うん、ベランダから出たんだけど、はい、俺はね、うん、魔法の鍵っていうのを代々あって、はい、それを持ってて、何の鍵ですか魔法の鍵、魔法、もうこれ超極秘情報だからね、はい、魔法の鍵っていうのを持ってて、はい、基本的に寮3階建てなの、はい、選手は2階から上なのね、うんうん、で1階はその中で料理人の人が寝たりとか、はい、コーチが泊まったりとかしたりして、うんうん、今はもう1階から全部いるかもわかんないけど、はい、俺の時は2階の3階だったのね、うんうん、でも俺は1階の一番端の部屋の魔法の鍵っていうのを持ってたの、はい、そこから出ていけば、はい、よじ登らなくていいんだよ、あの、はいはい、よじ登らなくてもいいし、うん、よじ降りなくてもいいのよ、はい、そこの窓から入るってことですか、1階の、うんうん、でその1階のベランダを多分乗り越えるだけ、はい、でも俺が乗り越えてたのはマンション側じゃなくて、はい、今はもうちょっと周りがね、うん、ホームセンターの時にいっぱいできたけど、はい、工事の駐車場側だったの、ね、でもそれ見つかったのは、はい、マンション側を登ってたか降りてた人で電話かけた、うんうん、だからまあ俺じゃないのね、はい、でその時に寮にいなかったやつが、うん、まあ、怒られるっていう事件が起きたんだよね、はい、でその、うん、数日後の休みの前の日に俺が門限破って、はい、あの見つかって怒られるっていう、お前あんな大事件あったのに何やっとんじゃみたいな、ああまあそうですね、警察まで来てそういう事件があったのに、でも別に俺のせいじゃないからね、まあ、そうですけど、俺はだってよじ登ってないからね、うん、俺のせいじゃない、よじ登るよじ登らないの問題じゃないんですよ、うん、だってそんな門限なんて守んないから、その大の大人がそんな休みの前の日に遊びに行って何悪いんやっていうね、ルールですもん、ルール、いやもうルールが間違ってるでもそれで見つかって、はい、ぶち切られて、うん、罰金60万、はい、60万、そんな、うん、5万とかそういうレベルじゃないんですね、うん、で坊主、何年目ぐらいですか、1年目、1年目、あ、ルーキーの、うん、ルーキーで、あ、違う、2年目、2年目、うん、だから24とか、24だよ、はい、丸買いにしたんですか、うん、だって坊主で、はい、罰金60万、へえ、厳しい、うん、それ寮長さんが決めるんですか、寮長、いや球団か分かんないけど、はい、なめんなっちゅって、はい、次の日に言われた、速攻下ろしてきて払ったったパンって一括で、まあ、ムカついて、まあ、言われたら払わないといけないですからね、うん、60万よ、その60万でどこに行くんですかね、知らない、聞きたいよ逆に、どこに行ったか、ね、何消えたんだろうね、なんか罰金貯金みたいないんですかね、いやだあったとしてもよ、うん、それ何に使われる、使途不明金だね、そうですね、本当、うん、何に使われたかも分かんないけど、いやそれってなんかよく昔罰金があったって聞くんですよ、今でもあるんですかね、うん、罰金、今は多分ないんじゃない、いろんなご時世的にそうですよね、あの時の賭博問題とかが起きたぐらいから、うん、そういうのが多分一気になくなったと思うよ、うんうん、そうですね、うん、でも本当罰金払ってる方が楽でいいんだけどね、あ、まあ、払えば OK みたいな、そうそう、払えば OK みたいな認識があるから、うん、一気にくれみたいな感じでもうそれだけ払っとけば別に全員ネチネチ言われることないけど、うん、罰金な何もなかったらネチネチ言われるから、うん、もうまただよみたいな、はい、罰金やったらまただねみたいなまあまあネタにできる感じ、そうそう、でしかもそれをそのオフのゴルフコンペの景品に当てたりとか、はい、オフ そのなんか球団の催し物の予算に当てたりとかしてるから、うん、全員に恩恵あるじゃん、はい、それでそれで使われてるわけですか、そう、俺らの時はね、うん、それとかその、あの裏方さんのコンペとかにそれで景品出したり、はい、予算の一部に景品出したりとか、うん、チームの食事会とかにの予算に当てたりとか、はい、だからそういう何かしらには当ててるわけ、まあそうですね、うん、だからあの遅刻した方が喜ばれるっていう、あ、何かミスした方が、はい、はい、予算よありばーすみたいな、なるほど、でも何もなかったらさ、うん、まただよあいつみたいな感じでネチネチになるから、まあね、正直罰金とかが楽っちゃ楽なんだけどね、まあ、払ってパッてこう忘れられる感じがありますよね、でも60万は大きすぎるよ、いやちょっとそれはきついですね、しかもそれどこに行ってんだっていう話もあるしね、うん、しかも坊主だからね、今時坊主も
うん、危ないね。何がですか？罰で坊主にしろ。もうちょっと今時ちょっと危ないね。あ、まあそうですね、うんうん、なんかあれですね、最近本当あれですね、世の中が、うん、危ないよ。もうな、うん、もう何が良くて何がダメかよく分かんないもんね。そうですね。しかもよ、うん、多様性っていうことは、うん、こっちの意見も多様性じゃん、はい、でもこっちの意見の方が強かったらこっちの意見言う方は多様性認められない時あるからね。具体例出したいけど出したら俺が危ないから出さない。なんか具体例がないとこう何かあれしっくりはちょっと来ないですけど、あるのよ、はい、そういうのもね、うんうん、っていうところでもう何がよく危ないね、発言もね、うん、だからさだちチャンネルも気をつけなきゃいけないね。気をつけてください。私はあの普通のことしか言わないので。いや俺も普通のことしか言ってないの。そうですか、うん、別にたまに炎上、これは炎上するとか言うじゃないですか。でもあれも普通のこと言ってるだけだろ。でも炎上するする詐欺って別にしたことないんですよ。なんかこれは炎上するとか言いながらみんなコメント欄の方、いや正しいと思います、僕もそう思いますなんで、全然炎上しないと思ってますよ。うん、エンジョイかもわかんないね。エンジョイするかもわかんない。あ、そういうことですか。はい、でも今回炎上するかもね。え、そうですか。分かんないけど。しないですよ、多分。よっしゃ。